インフェルノは分散システムのためのオペレーティングシステム。プラン Q フロムベルラブスを開発した経験をもとに、その後のベル研究所での OS、言語、オンザフライコンパイラ、グラフィックス、セキュリティ、ネットワーク、移植性などの研究成果を盛り込んでいる。インフェルノアプリケーションは様々なハードウェア、ネットワーク、環境に移植可能である。 任意のマシンに実装可能な仮想機械がベースになっている。また、型安全な言語リンボが移植性の高いバイトコードを生成する。さらに、ハードウェア上で直接動作する場合でも、他の OS 上でアプリケーションとして動作する場合でも、同じインターフェースを提供する仮想オペレーティングシステムを含む。リソースアクセスは、ローカルでもリモートでも、 スティクスという通信プロトコルを使う。例えばアプリケーションが標準的なファイル操作を行う場合も、その通信プロトコルを経由する。第4版では、スティクスは、プラン Q の新しいバージョンでの QP プロトコルと、全く同じである。OS の名称、関連プログラムの名称、さらには、ビータネオバホールディングズという企業名は、ダンテ・アリギエイリの作品、特に、 新曲に由来している。インファーナンバーワン995年、ベル研究所の計算機科学研究部門が、プラン Q の考え方をより、広範囲なデバイスやネットワークに広めるために、開発した。インフェルノは、プラン Q から得られた以下の3つの原則に基づいた、分散オペレーティングシステムである。対象とする、ネットワーク環境の多様性に対応するため、設計段階で、 仮想機械を使うのが必須であると決定された。これは Java を生んだオークプロジェクトと同じ結論だが、それぞれ独自に同じ結論に至っている。仮想機械ディスはレジスタマシンの一種で Java 仮想マシンとは反対に動作するアーキテクチャになるべくマッチするよう設計されている。そのため新たなアーキテクチャをサポートする際に ZIT コンパイラーを 作成するのが単純という利点がある。この仮想機械はメモリが1メガバイト程度で無のないデバイスでも効率的に動作するよう設計されたメモリ管理を備えている。そのガベージコレクションは参照カウント方式とリアルタイムカラーリング方式の組み合わせである。インフェルのカーネルには仮想機械、オンザフライコンパイラ、スケジューラ、デバイスドライバー、 通信プロトコルスタック、名前空間エバリュエータ、ファイルシステム階層のルートが含まれる。また、仮想オペレーティングシステムのインターフェースを提供する、組み込みモジュールもある。ベルラブステクニカルジャーナルの論文では、以下に示したような観点で、インフェルノの移植性と汎用性を紹介している。このような設計は、コンテンツプロバイダや、 サービスプロバイダーがコンテンツを提供する際に、ハードウェアやソフトウェアやネットワークの詳細を気にせずに済むような、標準インターフェースを提供する目的で行われた。インフェルノは、プラン9からの派生であり、設計理念の大部分、さらには、カーネルのソースコードの大部分、特に、デバイス関連と s t i クス、QP2000 プロトコル部分は共通である。また、 ベル研究所のユニックスの遺産とユニックス哲学も共通している。インフェルノでの多くのコマンド行ツールは、プラン9のツールをリンボで書き直しただけである。IEEE イ,インターネットコンピューティング誌の1997年3月4月号には、インフェルノの広告が掲載された。それによると、様々なデバイスが、インターネットや LAN を含む任意のネットワークで、 通信できるとされていた。広告にはゲーム機とコンピュータの通信も可能とあり、テレビを使った、ボイスメールなどといった話もあった。ルーセントテクノロジーは当初、インフェルノのソースコードのライセンスを販売しようとした。しかし、インターネットの重要性とインフェルノとの関係を営業部門が認識しておらず、マーケティングは非常に小規模だった。 同じコロさんマイクロシステムズは、ほぼ同じ市場を狙った Java を、大々的にマーケティングしていた。どちらも似たような技術を使っていたが、Java は、ウェブブラウザ上で動作し、当時流行していた、オブジェクト指向プログラミングを採用していた。ルーセントは3から、Java のライセンスを取得し、すべてのインフェルのデバイスは、Java も実行できるようになると主張した。Java のバイトコードを、 ディスのバイトコードに変換するトランスレータがそのために開発された。しかしインフェルノは未だに顧客がついていなかった。インフェルノ部門は3年でなくなり、権利はビータネオバに異常となった。ルーセントは少なくとも2つの製品でインフェルノを使った。1つはルーセント VPN ファイアーオールブリックで、もう1つはルーセントパススターフォーンスイッチである。 ビータ・ネオバは権利を取得した後の開発を進め商用ライセンスで完全品を販売しながらカーネルと VM を除いたシステムを無料でダウンロード可能としていた新たなハードウェアへの移植も行い分散アプリケーションに注力した最終的にビータ・ネオバはソースコードを GPLV2 でリリースしインフェルノはオープンソースプロジェクトとなったインフェルノは ハードウェア上で直接動作するが、同時に他のプラットフォーム上のアプリケーションとして動作し、仮想オペレーティングシステムにもなる。アプリケーションは修正や再コンパイルすることなく、すべてのインフェルのプラットフォーム上で動作できる。直接動作するハードウェアとしては、X86、MIPS、ARM、PowerPC、s p a r などがある。 仮想 OS が動作する OS としては、マイクロソフト Windows、Linux、FreeBSD、Plan9、MacOS、Solaris、Elix、u n i x w a などがある。インターネットエクスプローラーのプラグインとしても動作する。ビータネオバによれば、他のブラウザ用プラグインも開発予定である。インフェルノはオ p e n m o にも移植されている。インフェルノフォースエディションは2005年初めに。 フリーソフトウェアとしてリリースされた。デュアルライセンスであり、ユーザーはフリーソフトウェアとして利用することもできるし、商用ライセンスで購入することもできる。フリーソフトウェアライセンスの場合、システムの部分によってライセンスが異なっており、GNU ゼネラルパブリックライセンス GNU レッサーゼネラルパブリックライセンスルーセントパブリックライセンス MIT ライセンスが 各部分に対応している。その後、ビータネオバはシステム全体を GPLV2 で利用できるようにした。これら3種類のライセンス形態が今でも選択可能である。フィリップ・スタンリー・マーベルの教科書的著書インフェルノ、プログラミング・ウィズ・リンボ ISBN0 から470843527は、インフェルノの第3版を解説しているが、 リンボ言語の解説とリンボのインフェルノとのインターフェースが主眼であり、インフェルノ自体の解説は少ない。例えばインフェルノの汎用シェルの情報は少ない。ブライアン・スチュワートのプリンシプルズオブオペレーティングシステムズデザインアプリケーションズ i s ISBN1 から418837695は、インフェルノを例としてオペレーティングシステムの設計を論じたものである。 マーチン・アトキンズ、チャールズ・フォーサイス、ロブ・パイク、ハワード・トリッキーのザインフェルのプログラミングブック、アン・イントロダクション・2、プログラミング・フォー・ザインフェルノディストリビューテッド・システムは、OS 中心の観点から解説した本になる予定だったが、完成することなく、出版も見送られた。その他、ありがとうございます。